こんにちは、こげてっちゃんです。今日はですね、貢献さんのデモキットの、ネジの紹介ですね、2回目です。今日はここね、前回こちらを紹介しましたので、今日はね、こちらを紹介したいと思います。はい、六角ボルトですね。まあこれはまあ一般的によく見るボルトですね。これにはこのような、六角、十二角、そしてね、後継産独自のサーフェイスソケットっていうのがありますね。まあこれはあの面接触ですね。こういう面の、ここのね、なるべくこの真ん中辺に当たるように、そういう加工がね、してあるソケットですね。で、隣これ白色ですね。これ樹脂ですね。なんで樹脂かというと、まあ、樹脂のボルトには、普通のソケットね、六角サイズ合えば、回るんですけども、こういうボルトやソケットをボルトやナットをですね、ソケットに保持したい、ね、そういうふうに考えると、まあ、一般的にボルトって鉄ですからマグネットを想像するかと思うんですけど、マグネットだとこのような樹脂とか、ね、ステンレスとか、そういうマグネットにくっつかない素材だと保持できないですよね。そこで貢献さんは、ナットグリップというね、このようなソケットを開発したんですね。ボール見えますよね。これね、両側についてるんですね。両側についていて、周りのスプリングで、押さえるということです。なのでこの間に入るボルトとかね、ナットを保持できると、ボールで保持するんで、樹脂とかね、非鉄金属ね、鉄じゃないものでも保持できるよというソケットです。それとお隣、サーフェイスソケットですね。まあ、このようにもうなんかこう角がズルズルになって、これまん丸じゃないかぐらいな感じですけど、先ほど説明したようにこの面のなるべくね、真ん中にこの辺にこう当たるようになっているんで、多少角がね、取れかかってても回りますよと、ね、そういうソケットです。でさらにももうズルズルになってしまったら、こちらナットツイスターって言いますね。見えますかね、花のようですけど、ツイストのようにですね、中に行くにつれて、テーパーになってるんですね。テーパーになってます。はい、ですのでここがですね、緩める方に引っかかるように、ね、なってますね。もう六角だとくる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 ってこうね、かからないものも、これですとね、緩める方にしっかり噛むようになります。でも、ね、ボルトとかナットに傷入っちゃいますから、再利用できません。まあ、舐めたボルトを再利用する人っていないと思うんですけどね、まあ、外す専用の、こんなナットツイスターという、ね、ソケットもあります。舐めてしまった場合ですね、こういうのを使うといいと思います。それとお隣こちら、12角ですね。12角です。まあ、これは単純にですね、12角のソケットをね、使えばいいわけですね。一瞬ね、おやって思うかもしれませんけど、よくよく見ると、六角が2つの12角になってますのでね、12角ソケットを使いいただければいいと思います。それとプラグソケットが2つあり、あ、ごめんなさい、プラグがですね、ここに、ね、ありますよね。これ六角、これ12角になってるんです。ギザギザ、ここね、まあ、ここが六角のやつは普通にね、六角つければいいんですけども、このようにね、ギザギザ12角になっているものはもちろん六角じゃ入らないので、ね、このような12角のプラグソケットがね、最近あるんですね。BMW のね、プラグとかにね、最近使われております。BMW って書いてありますね。はい、こんな、プラグもありますのでですね、驚かないでくださいね。12角のプラグソケットもあります。はい、そんな感じで今日はこちら、ご紹介いたしました。はい、そんな感じでですね、2回目、3、4分の2ですね、紹介しました。また、残り2箇所ありますんでね、こちらも順次紹介していきたいと思います。